産業革命による時代の変化は人々の価値観をも大きく変化させた。それは精神文化の衰退を意味していた。1783年、ラキ火山の噴火によりヨーロッパ全土が暗闇に覆われていたその時、闇に紛れるかのようにイギリスの一部の都市で大量の悪魔が溢れ出したのである。それは止める者の心変わりにより既得権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった。彼らは自らの秘術で作り出した悪魔の力と同調する結晶を移植した人間シャードリンカーを生贄としてこの世に大量の悪魔を召喚させたのだ。人々を巻き添えにしたその動乱は教会の力によって鎮められたが、支払った代償はあまりにも大きすぎた。一方、全て死んだと思われていたシャードリンカーであったが、悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った青年ジーベル。儀式の直前に謎の眠りに落ち儀式を免れた少女ミリアム。この2名だけがかろうじて悲劇を逃れていたのであった。それから10年の月日が流れ、人々が全てを忘れ去った頃、また再び悪魔が城と共に現れる。時を同じくして眠りから目覚めたミリアム、その血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴く。運命を乗せた船はその時をただ待つのみであった。ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？それは間違いない、ミリアム。やっぱり信じられない。だって私が今生きているのは。君の信じたい気持ちもわかる。だけど確かな情報なんだ。そして10年前の事件、彼を変えるには本当にすまない。僕の仲間たちが君たちにしたこと許される？あなたが謝る必要はないわ。ヨハネスはいつ？だけどそんな昔のことより、今や本当にジーベルの仕業なら私が止めなくちゃいけない。本来なら親友だった僕が。シャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるし。ところでどうして私は10年も眠っていたの？それが僕にも分かっているのは、時間を止めるような特別な術式の魔法、それと力の減衰を観測することで。ちょうどそう。そろそろ目的地に着きそうだ。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取っ。装備できたようだね。ここは私に任せて。今のはシャ久しぶりの感覚だけど、
君の体に埋め込ま、その力は。でも確かにそうだけど、外部からシャードを。だとしても今のは、それに自分の体のことは自分が一番は。それにピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない。都合のいい頼り方だ。でもただ無理だ。あ、こんなところにも悪魔が。城からの悪魔。いい準備運動ね。これは魔力に反応する魔道具ね。
よいしょ。